川端です。よろしくお願いします。今回はですね、大阪教育大学附属天王寺高校の問題です。円周の長さが A の円の面積を求めなさいという問題です。まずはですね、円周の長さ、円の面積のね、公式をね、確認していきましょう。円周の長さはと言われたら、直径かける円周率、円周率っていうのはですね、中学生では π を使います。なので直径かける π というふうにします。続いて円の面積ですが、半径かける半径かける 3.14 と習ったのは小学生ですけども、中学生では円周率 π を使うので、半径かける半径かける π ということで円の面積を求めることができます。この2つのね、公式を使って解いていきたいと思います。まず周の長さが A ですが、今円の面積を求めるためには、この半径をね、求める必要があるわけですね。なので半径が今わかんないので、半径を R と置きましょう。そうすると円周の長さっていうのは、半径 R を使うと、今言ったように直径かける円周率 π で出ますから、直径は R かける 2で 2R になるんですね。直径は 2R なので、直径かける π、 つまり 2R かける π、 つまり 2πR という具合に出ます。で、これが A ですよってことなので、 2πR イコール A っていう関係式が成り立ちます。したがってですね、今 R を求めたんですね。この半径が、半径 R、 これが分かれば円の面積出るわけだから、半径 R を求める際に 2π で割ります。なので 2π 分の A というふうに出すことができます。したがって求めたい円の面積ですね、円の面積は結局半径かける半径かける π、 つまり R かける R かける π、 いわゆる πR2 乗と言われるものですが、そうすると今 R が 2π 分の A なので、 2π 分の A かける 2π 分の A かける π というぐらいになります。そうすると π で割りますので、 π で割って、そうすると分母が 2π かける 2、 つまり 4π で、 A かける A で A の2乗ということなので、円の面積は 4π 分の A の2乗と表すことができるということでした。分かったかな。ということで、円の面積をうまく使ってですね、半径 R を A を使って表して、半径かける半径かける π、πR2 乗の公式でこの R を代入して計算すればよかったと、そういう問題になってたということになります。以上で解説終わります。では。